はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしね、今日は車の中から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、今日はね、月曜日ということで、5週間連続の歯科口腔外科の日でございます。ちょっとね、早く病院に着いたので、まあ、時間があるんでね、車の中から動画を撮影しております。で、まあ、この駐車場なんですけどね、病院のね、いつものね、以前と車が違うなって感じてる方もいてると思うんですよ。これはちょっとうちのお父さんに今日は車を借りてきました。まあ、ほんでね、その症状はね、まあ、歯についてはなんですけども、おかげさまで安定してますけども、その粘膜障害といった相変わらずのただれは口内炎とね、舌のしびれはね、感じております。うがい薬を使えば、まあ、カビはね、落ち着くんですけども、舌のしびれがね、どうにもいかないのでね、なんとかならんかなって思ってます。まあ、さらになんですけども、まあ、少しなんですけどね、唇、にも、少しだけね、ヒリヒリさがちょっと増してきております。まあ、今からね、歯科で見てもらうんですけども、まあ、口をこう、ガッと大きく開けなあかんのでね、まあ、それがいつもね、こう、辛いですね、本当に。この唇をこう、プッてこう、引っ張られるんですよ。なんか、鏡についた棒とか、吸い込むね、掃除機みたいなやつあるじゃないですか。あれっていうか、ぐーっとこう、吸われる時に、ぐって引っ張られるんで、もうそれがね、いつもね、辛いですね。ちょっとイラッとする、こう、我慢できない痛みがね、しますね。やっぱりね。そしてその、顎の筋肉といいますか、その、口をこう、開くときに使う筋肉がね、痛みます。まあね、口を長いこと開けておくことっていうのは、まあ、非日常的やし、その、まあ、治療箇所によってはですね、まあ、細長いスポンジみたいなやつあるじゃないですか。あれを、こう、ぐってこうね、詰められるわけですよ。で、まあ、水分奪われますので、まあ、それを、こう、ぐって外すときに、こう、ひっついてね、痛いんですよね。よくあると思いますけどね。まあ、といったのが今の僕の現状でございます。その今日の歯科はね、まあ、先週がそのね、美人歯科医による点検だけというね、優しい癒しの時間になったんですけども、今日は治療の続きなので、虫歯を削る日やと思います。まあ、かぶせてる蓋を開けて、奥歯のね、蓋をね、もう一度チェックして、また削って、またかぶせて、みたいな感じでやると思うんですけども、まあ、その他の虫歯の箇所もやってもらって、という感じにもなると思います。で、ほんで本命の虫歯なんですけども、本命の虫歯って何やねんって感じなんですけども、その左の奥歯なんですけどね、かぶせてあるやつがセメント的なやつと思ったんですけども、なんかね、粘土のように柔らかくてですね、こう歯ブラシをするたんびに、減っていってるというか、下がってきてるっていうんですかね、その穴が深くというか、その穴が深く開いていってるんですよ、ほんまに。で、ほんで、なんか、こう、やっぱり気になるから、爪でね、指の爪でこう、クイックイって触ってしまうとですね、この白い粘土がね、爪にこう、粘土的なものがですよ、爪にこうついて取れるんですよ。これ大丈夫なんかなってね、思ってるんですけども、まあ今に始まったことじゃなくてですね、まあ、この治療が始まった4週間前からね、実はこんな状態なんです。でもしかもその2週間前にその詰めた詰め物がですね、特にですよ、柔らかくってなかなか固まってくれなかったんですよね。というか今も固まってない状態なんですけど、これ本当に。今でもこう触ったらね、つきますからね。で、その2週間前の治療ではですね、固まるのに、その1時間半から2時間ぐらいかかると言われてたので、その間は飲食を我慢してたんですけども、でもね、まあ、2週間経ってですよ、まだ柔らかいのはね、もうなんでなんでしょうかね。そんなもんなんかもしれないんですけども、
先週のね、美人歯科医の先生にね、相談したらよかったなと少しだけ今ちょっと後悔してます。まあ、相談したらね、もう少し長いことこう、施術してもらえたかななんてちょっと思ったりしてますけども。で、まあ先ほども言いましたけども、その歯ブラシをするたびにですね、粘土が削れていくので、穴が深くなっていっております。でもまだね、粘土的なやつはね、残ってるんです。まあ、かろうじて穴を塞がっている状態なんですけども、またこの後ね、見てもらいます。で、ほんで、まあ、別の箇所の虫歯もなんですけどね、虫歯を削って埋めてもらうんですけども、その削ってもらって埋めてもらった縁っていうんですかね、その、歯があって、まあ、歯があって、削ってもらって、その、まあ、この縁ね、あるじゃないですか。で、そこがね、削った穴の虫歯になってない部分なんですよ。で、そこはね、少し欠けたんですよ。二段階に分けて欠けたんですわ。最初その箇所がね、尖り出したんですよ。というか、もう少し欠けてたんでしょうね、その時点で。で、ほんならもうそこがね、気になり出すじゃないですか。で、そこで、そこを触ってたら、ポロッとね、指でこう、墨とかでカリカリカリって触ったら、こうポロッと取れたんですよ。まあそういったところもね、見てもらおうと思ってます。まあ、かける歯に関してはね、免疫抑制剤の関係です、本当に。免疫抑制剤というのはね、硬いものを柔らかくする性質を持ってます。でそれもその免疫抑制剤のね、副作用で、まあ骨粗鬆症になる場合もありますので、まあそれが関係してるんだろうなとね、思ってます。で、今日のこの動画の最初でもお話ししましたけども、口の中のただれるね、口内炎と舌のしびれとカビもね、免疫抑制剤のね、一つの原因です。免疫力がね、なくなるということはですね、体を守ることができないので、まあ、こういった粘膜にね、現れやすいんですよ。また、抗がん剤の副作用で起こるね、口内炎とはね、違う種類なんですけどね、僕は骨髄移植の副作用を抑えるために、免疫抑制剤を飲んでるんですけど、まあ、その先日のね、動画でもお伝えした通りなんですけども、お話しさせてもらったんですけども、昨年の12月の末からね、悪性リンパ腫で入院して治療している、葛西アナウンサー、のね、口内炎とはね、また別物でしてね。まあ僕がやった骨髄移植はですね、ドナーさんからもらった細胞と僕の体の細胞がこうぶつかり合って炎症が起こる症状で、体中のね、粘膜にね、現れやすいんですよ、その炎症がね。それが口の中で出て、ただれて口内炎になってるっていう状態です。まあ、葛西さんのように、抗がん剤で治療されている患者さんはですね、まあ、抗がん剤の、粘膜に対する直接的な障害と、あと、抗がん剤によってね、骨髄機能が抑制されて、局所感染する二次性障害の二つがあります。骨髄機能っていうのはですね、骨髄っていうのは骨の中にある部分なんですけども、骨髄ではですね、血液の成分である、赤血球、白血球、血小板が作られています。で、骨髄機能の抑制によってですね、赤血球が減少すると、貧血になりやすくなって、白血球が減少すると、感染症にかかりやすくなります。で、また最後の血小板ね、血小板が減少するとね、出血しやすくなります。そういった二つのことから、口内炎が発症します。抗がん剤をされている方はね。免疫抑制剤の副作用でね、口内炎が起こるというのは、その免疫力を抑えるので、白血球の減少に似た種類になると思うので、それによってね、局所感染しているように考えられますのでね、似たようなもんですね。まあ、といった感じで、そんな悩みを抱えながら、今から、もう時間やばいな。そう、今からですね、歯科口腔外科行ってまいります。今日の結果はですね、また後日、お話しさせてもらいますので、また聞いてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。
僕は元気でーす。